まあ、カップラーメンにお湯を入れると来る方式ですよ。やってる形をこう俯瞰でちょっと押さえてですね、差し込みます。お疲れ様です。あ、はい、お疲れ様です。バイソクリーのアントライトノットがなっております。あれなんか今ピピピって言ったの。あ、これ僕の。あ、こちら。僕の方です。これはこのままオンエアです。さあ、今日はゲストをお迎えしております。カサでーす。どうも、カサさんチャンネル、カサです。で、最近のうちの新しいお仲間さんって、カサさんって人が万が一いるといけないんで、かもかも。自己紹介の方からよろしいですか。はい。本当に、さっきも話したんですが、3年前か4年前ぐらいに、あですね、うん、まあ、僕の方からふらりとですね、ここに尋ねに来ていらっしゃいますし、見てますよ動画みたいなところからの出会いで、まあ、一番最初ハイ伝説ぐらいとかね。そうですね。ハイでここに東京大阪まで途中に来たりとか、まあ、ジスペ系絡みとか、うん、そこからで本当にね、創世期からもうなんか旅に行く時には立ち寄るみたいな。そうですね。立ち寄り状態分岐点にはなってますよね。そうなんですよ。だからまあなんて言ったらいいかな、自己紹介というとまあチャンネル見てもらうのが一番早いんですけど、まあちょっと旧車昭和原付をなんかこういろいろ乗ったり触ったりしてる人です。よろしくお願いします。そんなんで大丈夫ですか。まあ一応そんなんで一応ダンスとか一応ダンスとか、あとは僕がなんとなくくっつけておきますんでご紹介をやってるって。そのカッサンなんですけど、はい、今回またなんか旅の途中に。そうなんですよ、今こう出してくれてるじゃないですか。DJ はあるね。ちょっと僕もすみません、すごく追っかけられてなかったんですけど、確か DJ R で出発日本一周って言って走り出して、走り出して、はい、もう5分も経たず昨日までちゃんと走ってたのにつけなくなり、だって前日なんか準備の整備見てたんですけど僕いやそのよ僕の思うのは、はい、マフラーが、一応どう通あるかエアーで確認してちゃんと通ってるなってつけて、はい、で初めは1日目は全然普通だったんですけど、はい、本格的に走ると熱が入って、はい、そう詰まってるところのカーボンみたいなのがこうギューッとこう移動することがあるじゃないですか。まあ、マフラー詰まりの出力不足により。そうですそうです。僕は多分それじゃないかなと思ってて過去僕も何回か経験あるんで、はい、だから多分それちゃうかな。そうですね。リタイアの瞬間5キロぐらいしか出てなかったですね。そうなんですよ。一番最初はポンってキックでかかって、はい、調子いいなと思ったんですけど、全部整備したのにみたいな、はい、でもまあなんかそれはお告げなんかなと思って、でもどうかなって悩んでる時に、はい、靴のもう一個の靴の、はい、ここが全部外れた、はい、言うたら靴の鼻緒が消えるみたいな。もうこれで行くなと、これ行くなと絶対行くなと、はい、もう日本一周ってその舐めんなよみたいなところも前日の生配信でフォロワーの人に3週間で行こうと思うねんけどって言ったらそれは無理だという話になって、はい、ダメなのみたいな、舐めすぎやでみたいな。だからダブルになる、だから、はい、ダブル650、はい、まあ、でも幸いでしたよね。そんな遠くまで行かないですぐだったから乗り換えがスムーズにできたということなんですよね。そうだから、その例えば市場ナンバーつけたりとかしても、はい、なんかやっぱこう見る人が見たらなんであんなんで走ってんねんとか言われるのも嫌やし、せっかくまあナンバー取って準備もしたんですけど、はい、もうだからちゃんと正式に行けるいったらいっぱいバイクあっても結局もう NSR かダブルしかなかったですよ、はい、でその DJ はこの積載をキャンプしながら行こうと思うと、はい、野宿しようと思うと乗るのもダブルしかなかったです。まあ NSR じゃないですよね。いや、いいチョイスだったと思いますけどね。だからまあ今からガーッと行ったとしても、はい、やっぱ大変は大変なんで、限られた時間の中で、はい、限られた資金の中で回りきるってなったら、うん、思ってる以上に大変なんですけど、だからみんな視聴者が麻痺してるのが、はい、トモス、ズーク、ロードパルとかで僕行ってるじゃないですか。ダブルやったら簡単や、いや簡単ちゃうって簡単じゃないですよ。そうそうそう、僕ね、よくねツイッターとかで、はい、なんか脱サラして、はい、日本一周やります、うん、感動しました、うん、応援してます、頑張ってください、すごいコメントが来ません、はい、脱サラして、うん、僕から言いましたら脱サラしてるってそれ僕資金あるじゃないですか、はい、退職金もあるし、まあそうですね、僕からしたら簡単なんです僕ないところから言ってますから僕貯金全部ゼロにしてから言ってるから僕今財布だから1万5000円しか入ってないんですよ。どうやって行くねんもうね、切り詰めて行ってもうフラフラになって安楽亭に入ってランチ食べようかなと思ったら気がついたら2600円の食べ放題だった。あかん、こんなまた3日目で食べ放題食べてたらあかん。
全然節約できてない、節約できてない水道の水とか飲んでたのに意味ないもうだからね、そう大変なんですよ本当に、うんね、だからまあこれの動画見てるとね、ここから北上していきますよ、はい、東京の方そうですね、関西圏からこう今来ていただいて途中に横浜寄っていただいて行きますんで、これから北海道目指すんですか。北海道目指す、早めに北海道全部行かないと寒くなるじゃないですか、はい、あそうですね、西は後でも行けるんで、だから本当に 2,3 ヶ月かけて制覇するんですか、一周ぐるっと、はい、うわーすげー、あと1万5000円でもう水道の水とあとなむちゃ メスティンでなむちゃあれしてなんかピッピッてかけてもう本当そうですね、旅の途中でなんかアルバイトしながらみたいなのもめちゃめちゃバズりそうですけどねいや本当本当だからね、まあそういう水晶を持ってこようと思ったんですか、水晶すら入れるそんなっすか、いやもう急遽やったんで、はい、あの赤いの途中でもらったんですよ、フォロワーさんに、だからまあもっとこれからは入れれるですけど、ちょっとダブルの積載後で写真くっつけときますよ、うちの仲間さんです、もうすごいてんこ盛りになってます、うん、まあでもなんかこう案外バイク好き、はい、日本一周ってやれてない人多いじゃないですか、そうなんかキーワードとしては簡単に出るんですけどね、自転車とかあのカムダとかで、ね、日本一周ってね、案外これマジでその敷居は高いというか、うん、いやですよ、なかなか思い、でもね、もうね、本当は DJ1 で伝説行きますとかって言って、はい、そのぐらいのつもりでこう編集した動画を、ら知らん間に日本一周ってもう手が動いてたんですよやる気なかった体が言っちゃってた、体がなんかもう多分そのぐらい書かへんかったらみんな求めてるやろああ言ってもうた、みたいな時代言ってもうた、時代を踏んでもうたで、僕の中の日本一周は、はい、もうサラサラサラってこう触ったらいろんなやり方あると思うんですよ、そうそう、全部日本一周じゃなくてこう全県制覇というか、はい、ただダブルになったんで、うん、いやもう北海道の奥地とかもう回ったろと、行ったろ、もう行ったろと思ってます、あじゃあもう本当に際をぐるっと回るようなとか真ん中が逆に、うん、だから逆にもう原付でできへんことしようかなとは思ってます、ああなるほどなるほど、そうですね、でもなんか動画の中でも加さん言ってたけどあれですもんね、別にバイクどうのこうのじゃねえよなみたいなこと言ってたじゃないですか、はい、あ別にあの原付だろうが大型だろうが、そうね、面白い動画撮ってくるんだったら別にバイクは関係ないかな、僕もともと大型はダブルに乗りたくて大型撮ったんですよ、はい、ほんで過去乗ってたから、それがまあ一応頓挫して今やから、はい、まあそのやっぱり僕って結局過去に思ったところの続きをやってるだけなんですよ、うん、全部整備も含めて、はい、なんかオートバイもそうですもんね、オートバイもそう、急に火ついちゃって、でも結局昔乗ってたから、うん、そんなんの再燃なんで、案外に繋がってるんですよ、うん、だからもう笠野がこう DJ1 とかねいじってる時にね、僕なんか高校生時代思い出しましたもんあんなやってたなって、今でもやらんぞみたいな、やらないです、いやいや仕事やるじゃないですか仕事大変ですから、ああいうあの昔のやつを起こすっていうのは、ああまあね、そうですね、だから、まあ、あの皆さんこう見てる方もですね、同年代の方が多分多い、いや多いです多いです、うん、昭和44年、昭和44年10月なんですけど、はい、僕は46年なんでちょっと先輩なんですけどね、だからもうまあいろんなことがあるでしょうけど、結局もうあのできない理由をいっぱい探していくとできなくなるじゃないですか、逆にこうできる理由をいっぱい探していったら、うん、あれできるかもってそのちょっとのかもがこのぐらい広がると多分全然知らないところからまあ、あのサポートとか、そうっすね、やっぱりもう前も来た時今、はい、赤か黒かにかけたらまあね、10円かけたら20円ですけど、うん、ね、なんかよくわからへんところにポンってかけて当たったら36倍なのでそういう人生を歩んでるっていうもうまさしく人生で言ってますよね、字は本当に、いやでもね、いやでも僕も今までこそこの前向きに言ってますけど、はい、落ち込むこともあって、うもうなんか僕ずっとやってた高校、はい、ダンスのね、はい、仕事も肩たたきにあって、そろそろカッサンが教えた生徒が大きくなったから、はい、その先生に変わろうと思うんですけどって言われたら、あ、もう僕の方からも言おうと思ってたんですけど、ごめんなさい、気を使わせて、そうそうそうですよね、みたいな感じで、こうだんだん僕もやっぱこう、ほら、なんかなくなっていくことも、はい、さあね、でもなくなったら、何かを掴みに行かなあかんねんけど、そこでやっぱちょっとネガティブにもなりますやんか。そっか、僕らも年になってくるとなんとなくはそうですよね、あるものだけで食って食ってもだんだんいらん必要とされなくなってくるっていう、昔やったらね、大型バイクでも車検がバーンって乗せてた車、はい、もう今やったらね、誰か押してくれへんみたいなのじゃない
ともうちょっと逆にも大型はもうちょっと受けれないですとか、動かなか動いたら受けるけどみたいな、なったらねとか全部こう自分だけが見ていかないそうなんですよね。僕もこの間はやぶさのパンク修理してくれって言われて押したらねもうちょっと大型無理だなと思って原付き屋ですって言ってるんですけど、そうなんだからまあそのなくなったらそのちょっとはまあ落ち込むのはいいんですけど、今度そのじゃあそのなくなことは例えばあの体力的なことじゃなくて、はい、自分ができそうなこと、うん、やっぱ新しいことにチャレンジし、するしかないなっていう。で、僕ね、それ話ね、そのある人にね、今もうパキスタンが、国土の3分の1が、まあ、水に没したと、ほんでもうその CO2 うちは出してへんのに、うん、えらいことになってると。そうですね、先進国のせいだぞと。そのまあバイクとかね、車の排出量もどうだという中で、やっぱじゃあこれからはほんまにこうこの年齢にもなってくると、はい、なんか世間とか社会に恩返しできるような仕事ってできてるんかな自分って思った時に、はい、パッて見たら俺何にもしてないなって、俺ほんまにこんな仕事しててええんやろうかとかって、バイオ燃料に対してどうのこうのとか思うじゃないですか。たらそのフォロワーさんの人が、いやそんなことないと、発散は発散で、そのなんか楽しそうにバイクでね触ってたり旅行ってんのを見て、病気で嫁がずっと病院通いで塞ぎ込んでる時に合算チャンネル見て元気出たよもう笑かしてもらったと。それを見てもう一回バイク乗ろうと思ったとか、なんか新しいことしようと思ったっていう意見を聞いた時に、そうかと、自分が一番飽きたらあかんとね、もう加藤ちゃんのドリフでねちょっとだけよって言ってる時にもうええやろって思ったと思うんですよ。でもやっぱりそのずっとやり続ける、それを楽しみにしてる人がいるから、だからまあ自分で自分を信じて鼓舞していかないとあかんなっていうところで。だって加さんあれじゃないですか、昔からもうパニクロの時からダンス見てそれ見てね元気つけられた人もいたし、ジャグリングとかだって子供たちがなんかこうね喜んでわーとかってあっただろうし、まあそうですね、まあ、だから何もなかったわけじゃないと思うんですけどね、まあ、だから要はもうだいぶ絞りかすしかなくなってきたんですけど、まだ全部はなくなって、右に同じく全部はなくなってないから、なくなるまではあのその自分が思うこれやったらいけるかな、はい、これやったらできるかなっていう無茶はやっていい、絞るやっていきたい、やっていい。そのモチベーションの上げ方ってどう、ね、だから言いまし た、下がったけど、はい、もう上げるしかないから、最近そう下がってる上げ方じゃなくて下がってる時間下がっちゃったんだから上がるだけ、下がってる時間が長い最近は、そうそうそう。なのであのぜひ皆さんですね、あの、まあ、自分のできることをですねこう前向きに頑張っていきましょう、楽しくね。なんかこの世代に刺さる話ですね。だって悪いこと見つけて悪いことばっかり言ってたら悪いふうにしかならないです、うん、ですね。そんな別にほっといていいこと言ってくれる人に向けていい方にも行くしかないから、はい、絶対に僕逆ですよ。だからあの久しぶりにダブル650持って、うん、あれバイパスってこんなに楽なんだそかみんなこんな楽してたらずるいだろ、ね、逆に新たなあの風景がまた見えてきます。いつも原付のルートしか行ってなかった、はいはい、逆に新鮮だから常にちょっと道を変えるだけで新しい視線が、はい、視界がいいこと言いますね。そうですね、ちょっといつもと違った道行ってみるだけ です。あーすげえいい話、はい、一応パスタのチャンネルで掴んでおっておりましたけど、あ、でもうちの方はいやもういや全然あげるあれです、ね、僕はもうダイジェストであげますね、はいはい、あのパスタチャンネルね、ちょっとURL とかあれですけど今ね 15,700 ぐらいなんですよ。あともう、で今回の日本一周、まあ、長丁場です、はい、これで2万人みたいな思ってます。なるほどですね。ぜひちょっとお使いかしてください、はい、お願いします。あの加算チャンネル登録の方していただいてね、応援の方僕もちょっとあのこの先の旅を見守っていきたいなと思いますのでね、はい、加算の今日はどうも寄っていただいてありがとうございます。ありがとうございました、ね、この先の旅も本当は安全にトイレ貸してください。お腹痛いです、はい、そんなわけでよろしくお願いします。ありがとうございました。ほんまにお腹痛いです。トイレあれ覚えてました、上でしたっけ。ちょっと先ここからね本格的に旅が、始まるようなので、ね、応援していきたいなと思っております、ね、また無茶なことやってますよ。